ジャニス・ジョプリン・ジャニス・リン・ジョプリンは、アメリカ合衆国のミュージシャン。優れた歌唱力と個性的な歌声を持ち、1960年代後半の著名な女性ロックシンガーの一人であった。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第28位。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第46位。九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第17位。父のセスはテキサコに勤める労働者で、母ドロシーと本人、マイケルとローラの2人のマイテを含む5人家族であった。ジョプリンは、小さな頃からベッシー・スミスやオデッタ、ビッグ・ママ・ソーントンなどのブルースを聴いて育つ一方、地元の聖歌隊に参加していた。1960年に、ポートアーサーのトーマス・ジェファーソンハイスクールを卒業し、テキサス大学オースティン校に入学。高校では他の生徒から孤立しがちであったが、仲の良かったグラント・リオンズという生徒にレッドベリーのレコードを聴かされたのを契機に、ブルースやフォークミュージックにのめり込むようになった。大学をドロップアウトしたジョプリンは、1963年にサンフランシスコへと向かった。フォークシンガーとして生計を立てていたが、この頃から麻薬の常習が始まったとされる。ヘロインや覚醒剤の他にアルコールも大量に摂取していた。彼女のお気に入りの銘柄はサザンカンフォートであった。当時の女性シンガーについて当てはまることであるが、ジョプリンの外的なイメージと内面には大きな隔たりがある。後に彼女の妹、ローラが表した手記、ラブ。ジャニスには彼女が知的でシャイ、繊細な家族思いの人物であったことが記されている。ジョプリンとビッグブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー一時静養のためにポートアーサーへ帰郷したが、1966年には再びサンフランシスコへと戻っている。ヘイト・アッシュベリーを中心としたヒッピーたちの間で際立って目立っていた彼女は、ビッグブラザー&ザ・ホールディング・カンパニーに参加する。バンドは独立系レーベルのメインストリームレコードと契約し、1967年にバンドの名を冠したアルバムを発表した。このバンドは演奏能力が不足していることでも知られ、売れ行きは不調だった。しかしジャニスはモントレーポップフェスティバルにおける演奏で大きな注目を集めるようになった。ジョプリンはビッグママ・ソーントンのボール&チェーンを荒々しい歌声で歌いこなしてみせた。D.A. ペネーベーカー監督のドキュメンタリー映画モンタレーポップフェスティバル67では群衆の中に紛れたキャス・エリオットがワウ、ザッツリアリーヘビーとつぶやく姿が撮影されている。1968年のアルバムチープスリルでは以前に増して生々しい歌声を披露し、その評価を決定づけることになった。スタンダードナンバーをブルース風にカバーしたサマータイムや前述のボール&チェーン等、迫力のある歌が多く収録されている。テレビ番組でトム・ジョーンズと共演するジョプリン、1969年ビッグブラザーから離れた彼女は新しいバンドであるコズミックブルースバンドを結成。ブラスセクションを加えた、よりソウルミュージックを意識した編成だ。1969年にコズミックブルースを歌をリリースして、ウッドストックフェスティバルにも出演したが、このバンドもすぐに解散した。その後、ジョプリンは新しいバックバンドであるフルティルトブギーバンドを結成する。こちらは2人のキーボード奏者を含んだ編成。このバンドにおける演奏をもとに、ジョプリンの死後制作された1971年1月発表のアルバムパールは彼女の短いキャリアにおける最高の売り上げを記録した。このアルバムからはクリス・クリストファーソンのカバー曲 Me and Bobby Magee がビルボードのチャート1位を記録。ビートニク詩人マイケル・マクルーアとジョプリンにより作曲されたベンツが欲しいもヒットした。ジョプリンが生前最後に公の場に姿を現したのは、1970年6月と8月に放映されたテレビ番組であった。6月の番組で彼女は高校の同窓会に出席する予定だと述べた。同じ番組で自分は今まで、クラス、学校、町、そして国中の笑い者だったとも語っている。一躍スターとなり彼女は同窓会に出席したが、その際も疎外感の中、孤独な表情がカメラに収められている。この一件はジャニスの孤独感を表す象徴的なエピソードとして語られている。1970年6月29日から7月3日、フェスティバル特急と呼ばれた列車に乗ってカナダでのツアーを行った。ザ・バンドやグレートフル・デッド、バディガイ等が同乗したこの豪華なツアーで、この模様は後にドキュメンタリー映画フェスティバルエクスプレスとして公開された。1970年10月4日の夕方、2枚目のソロアルバムパールのレコーディングにジョプリンが姿を見せなかったことに不安を感じたプロデューサーのポール・ロスチャイルドがフルティルト・ブギーバンドのローディーを務めていたジョン・クックに連絡し、彼女が滞在していたハリウッドのランドマークモーターホテル105号室を訪ねたところ、ベッド横の床に倒れているところを発見された。ジョプリンの傍らには$4.50と封の切られていないマールボロが一箱残されていたとされる。27歳没。死因については以前から乱用したヘロインが通常のものより高純度であったため、致死量を超えたことが原因であるとされる。制作中だったパールの収録曲のうち、ベンツが欲しいはアカペラの仮録音、生きながらブルースに葬られは、ボーカルの録音を死の当日にする予定だったがなされなかったため、インストゥルメンタルとして収録されている。ジョプリンの遺体は火葬され、遺体は死から9日後の10月13日、カリフォルニア州マリン郡スティンソンの海岸沖の上空から太平洋へと散骨された。ありがとうございます。